二宮誠は日本の女子プロテニス選手。広島県広島市出身。エディオン所属。これまでに WTA ツアーでダブルス2勝を挙げている。WTA ランキング最高位はシングルス280位、ダブルス23位。身長157センチメートル。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。日本人女子初となる。 日本人同士のペアでのグランドスラム決勝進出者。広島県広島市出身。母は保育士。広島市立鈴張小学校。広島市立清和中学校と進む。テニスを始めたきっかけは、母親が広島市の NB テニスガーデンに通っていたことで、二宮が3歳の時にスクールに通う母親の脇でスポンジボールで遊び始め、6歳の時に、 同ガーデンのキッズスクールに入会したことによるものである。小学校年代ではダンス、水泳、スキーとテニス以外のスポーツも熱心に行っており、10歳頃からテニス一本に絞った。小学校5年生の時にテニスのフットワーク強化の狙いからサッカーも始めている。2006年、小学校6年の時に中国、 四国地区の合同ジュニア合宿のメンバーにも選ばれている。2009年、広島市立生は中学校3年の時の全国、中学生、テニス選手権女子シングルスでは準決勝で、日々の奈緒と対戦して敗れており、中学生年代ではタイトルを手にすることはできなかった。二宮も中学校卒業と同時に、テニスに専念したいですとして高校へ進学しない、ことも考えたが、 指導者から、高校へ行った方がいいよ、とアドバイスされ、兵庫県西宮市の通信制高等学校である、西宮公営高等学院へ進む。西宮公営では、尾崎理沙と同級生になった。2010年、高校1年時では、トヨタジュニアテニストーナメント女子シングルスでは、加藤美衣、穂住恵里などを下して決勝へ勝ち上がり、決勝では、 小の望ムボにセットカウントにカラレーで勝利して優勝を果たしている。2011年全仏オープンジュニア選手権女子ダブルスでは尾崎とペアを組んで準決勝まで駒を進めている。2012年にプロ入りした。シングルスよりダブルスの活躍が多く2016年9月のジャパン女子オープンテニスで青山信子と組 WTA ツアー初優勝を果たした。 2017年ウィンブルドン選手権では、チェコのレナタ・ボラコバと組ベスト4に進出した。準決勝では、先行生、モニカ・ニクレスク組に6から7、6から4、7から9で敗れ決勝進出はならなかった。大会後のランキングで、ダブルス38位となり、トップ50入りを果たした。2018年全仏オープンでは、ホズミとペアを組み、日本人女子同士のペアでは、 杉山愛、藤原理科以来16年ぶりのベスト4入り。準決勝では、第8シードの先行生、ようとむに6から2、6から2で破り、日本人女子同士では、グランドスラム初となる、決勝進出を果たした。決勝は、第6シードのバルボラ・クレイチコバ、カテリナシニアコバ組に3から6、3から6で破れたが、日本人ペアとしては最高成績となる準優勝で、終えた。 9月の花キューピッドオープンで加藤とのペアで決勝進出。しかし決勝でホズミ、超卒組に敗れた。翌週のトーレッパンパシフィックオープンでは加藤とのペアで2週連続で決勝進出。決勝でアンドレア・セスティニ・フラバーチコバ、バルボラ・ストリコバ組に勝利し、ツアー2勝目を挙げた。2019年10月1日に株式会社エディオンと所属契約を締結。 2020年東京オリンピックへはダブルスに絞って出場を目指し日本選手団583人目の最後に代表入りを果たした。五輪初出場となった女子ダブルスでは日々のナオとペアを組んだがオーストラリアのバーティーサンダース組に敗れた。ありがとうございます。